おはようございます。YouTube 健康セミナー大輝です。本日ご紹介させていただきますのは、ノーマンカズンズさんのご著書、笑いと注力という一冊です。ノーマンカズンズさん、こういったご経歴をお持ちの方で、アメリカの凄腕のジャーナリストで、サタデーレビューという雑誌の編集長も務めて、なんと2万部しか売れてなかったのを65万部までに伸ばしたよというすごい方なんですが、その雑誌の編集長を辞められてからは大学の教授として講義をされていたり、世界的な平和 活動をされているというので有名だった方なんですが最も有名になったのはご自身の難病を笑いの力によって吹き飛ばしてしまったよというその闘病期体験期が世界的に有名になった方なんですねで、日本とも実は深い関わりがありまして広島を訪れて被爆された方をですねアメリカの方に連れて行って 皮膚の状態を治す手術を受けさせてくださったりそのための義援金を募ったりということで非常にですね深く関わってくださったんですが1964年には広島市特別名誉市民となっておりましてさらに2003年には広島県平和記念公園に 記念碑が建立されたという方なんですね。ただ今回はですね、こちらの広島との関わりではなくて、ノーマンさんのご自身の病気の経験、それから見えてきた患者と お医者さんの関係ということについてご紹介させていただきたいなと思います。で、今回の動画のゴールなんですけれども、病に対する患者の理想の態度を知りましょうということで、このことを知らなければ病気になってしまった時に自分の力では治すことができない、お医者さんに全て任せてしまわなければいけないという間違った認識をしてしまう、間違った態度をとってしまいかねないんですね。で、このことを逆に知っていれば病だろうが どんな困難だろうが人生で出会ういろいろな嫌なことに対して自分の力で乗り越えていこうというですね、積極的な態度を取れるようになってきますので、ぜひ最後まで一緒に今回も学んでいただけますと嬉しいです。で今回の動画の進め方なんですけれども、1、結論。2、解説。ここではノーマンさんの回復期。そしてプラセボについて、痛みについて。そしてホリスティック医療全般について。 そして、現在起きているお医者さんと患者さんとの関係の変化。そして、実際にノーマンさんが見てきた笑いの事例ですね。こちらについて解説させていただきます。そして、最後、3番目、まとめ図書館という風に進めさせていただきます。 では早速結論からなんですけれども、前向きで協力的な態度をとることによって、患者さんも自力で自分の病気を回復することを助けることができますよということですね。で、この本ですね、タイトルが笑いと治癒力なので、僕も読むまでは、 笑いって体にすごくいいんだよ。こういう効果があって病気を吹き飛ばすんだよ。適なことが書かれてるのかなと思ってたんですが、全然違うんですよ。それももちろんなんですけれども、それはほんの一部で、それよりも患者さん自分自身が積極的な態度をとって、なおかつお医者さんを批判するのではなしに、協力していくことが大事で、自分の しっかりと責任を果たしましょうねというふうにですね、優しく優しく叱られてるような、こう、背筋がピンとなるような素晴らしい本になっております。で、ここでポイント2つなんですけれども、もちろん笑いの効用というものもあって、10分間笑うだけで2時間の鎮痛作用、ぐっすり熟睡することができたよという、ノーマンさんご自身の体験なんかも語ってくださっております。で、ここで大事なのは、 プラシーボというものですね。日本ではこう思い込みの力とか規約を指してプラセボとかという風に使われたりするんですけれども、これについても詳しく解説してくださってるんですが、とにかくこのプラシーボを使いこなすための鍵が笑いですよということなんですね。で、もう一つが、お医者さんに託さず争わずというところで、丸投げするわけでもなく、お医者さんと戦うわけでもなく、とにかく協力して自分の病気に立ち向かっていきましょう。 この姿勢が大事ですよということですね。 で、全否定も肯定もしないというのが大事で、ノーマンさんご自身も自分が難病だと分かった時に、これを全部お医者さんに丸投げしていいものだろうかというふうに考えて、まあ、ジャーナリストだったんでね、いろんなツテを使ったり、いろんな方法をとって、自分で調べていって、自分の治療法をお医者さんと相談していったという方なんですよ。では、一つずつここから解説していきたいなと思います。500分の1の奇跡ということでこ、こ ノーマンさんのですね。体験記回復期ですね。 まず49歳、まあ50歳ぐらいでですね、強直性脊椎炎という抗原病の一種らしいんですが、非常に治りづらい難病で、これが全開するのは500分の1の確率だよというふうにお医者さんにも言われたそうなんですね。で、この原因を自分で分析してるんですけれども、心身のストレス、それから外部環境の変化ですね、非常にこう排気ガスを吸ってしまったりとか、ものすごく疲れてて、副筋がきっと疲れてて、 だかかかららこれれににに耐えられななったに違いいいと,かという風で、すすねね自自分分身ででで析されてるんです、ね、でそれが発症した後ですね、お薬飲んで病院で入院して安静にしてたんですけれども、これ自分には合わないなという風に判断されたんですよ。ノーマンさんはですね、いろんなお薬に対して、まあ、アレルギーみたいな症状が出てしまったりとか、 病院で何度も何度も採血されたりするのがすごく嫌で、それもストレスになってたということ。さらにですね、加工食品ばかりの病院食みたいなところもあったりして、これが嫌だったということで、まあ、こういったこともあって、病院に全部を任せるわけにはいかない。自分で調べていかなきゃいけないということで、自分で調べて、しっかりと治療に当たっていこうと決めたそうなんですね。で、その時にハンスセリエさんというですね、ストレス学説を唱えた方なんですが、その人のこと、 思い出して、ストレスが体に悪い影響を与えるのであれば、逆にですね、いい気持ちであるとか、愛、希望、信仰、信頼、それから生きるぞという強い意志ですね。この生への意欲というふうにノーマンさんは表現してるんですが、この生への意欲が、ストレスと逆のいい効果を体にもたらして、病気を治してくれる可能性というのもあるんじゃないのと いう風うに思いついたわけなんですね。で、さらにそこで自分自身が調べたビタミン C をたくさん取ろうとか、そういうことも含めて主治医に相談したんですよ。で、その時にノーマンさんご自身もこれがすごい幸運だったと言ってたんですけれども、主治医がものすごく協力的だったということなんですね。お前素人なのにそんなこと言うんじゃないと、俺の言うこと聞いてろとかっていうお医者さんが多かった時代の中で、この ノーマンさんの主治医は、そうかそうか、じゃあやってみようかとか、そのビタミン C ってこのぐらい取ると危険だっていうのが分かってるから、このぐらいからちょっとずつやっていこうかとかっていう、この計画を一緒に立ててくれたりですね、協力的に一緒にですね、直していこうよという風にしてくださったそうなんですね。 で、ノーマンさんですね、とにかく自分にポジティブな気持ちを与えるには笑おうということで面白い映画とかをたくさん見てたそうなんですが、もう笑いすぎてうるさいからっていうので、病院ではこれ以上できないっていうので、ホテルに行ったそうなんですよ。で、ホテルで療養してたそうなんですけれども、これによってですね、病院でいちいちシーツの交換とかって言って起こされたりとか、そういうストレスもなくなったから余計自分には良かったんじゃないかというふうに語ってくださってるんですけれども、とにかくそういうふうにですね、 ずっと笑いっぱなしでビタミン C 使ってってやってたら治ったよということだったんですね。で、ここではですね、このビタミンがすごく大事だったのかどうかとかっていうところについては、はっきりとはわからないと。 いうふうにですね、ノーマンさんは語ってて、すごく慎重な態度なんです。もしかしたら自分がこれが効くと思って使ったプラシーボかもしれないとか。で、その後の章ではいろいろと論じられてるんですけれども、今回はですね、このビタミン C については論じずに、ぜひ気になる方はですね、本書の方を読んでいただきたいなと思います。結果的にノーマンさんは自分の病気を治してしまって、500分の1の奇跡を起こして全開してお仕事に復帰されるんですが、この糖病気回復期 から学んだ結論ということで2つ教えてくださってるんですが一つ目は生への意欲生きるぞという気力が自分の体にもたらす変化というのは抽象的なものではなくて 実在的なものですよということですね。なんかその精神論とか気の持ちようみたいなのって、なんか抽象的でね、別に医療とかに使えないんじゃないのと思われる人が多かった中で、いやいやそうじゃないと。こういう目に見えないものだけど、実際自分の体の中で変化を起こしたのは確かだというふうに確証を得たんですね。で、この生命力というものは、人間の精神と肉体に備わる 完全性と再生を求める力。 よく、ホメオスタシスとかって言って、常に体をいい状態に保っておこうとか、回復させておこうという、この力をまあ生命力と呼ぶとしたら、この生命力というのは最も地球上で理解されてない力ではあるんだけれども、絶対にこれは実在している。そしてそれを引き出す鍵が笑いであったり、前向きな姿勢なんじゃないかと自分は考えるよということなんですね。で、二つ目、主治医に恵まれた幸運ということで、先ほどもお話ししたんですが、この ノーマンさんの主治医はですね、自分の職業というもの、お医者さんというものに対する認識を、患者の性への意欲を励まし、自然の抵抗力を総動員させる。つまり、患者さんの生きる力を湧き立たせてあげて、勇気づけてあげて、自然治癒力をしっかりと働ける環境を作ることが自分の仕事であるというふうに認識されていたそうなんですね。 で、医療というのは、お医者さんが患者さんを治してやるよという職業ではなくて、一緒になって未開拓の分野、まだまだ人間の体って分かってないから、そこに向かって挑戦していくんだというものが、自分の職業だというふうな良識を持ち合わせていた。 こういうお医者さんを主人に持ってたことが私の何よりの幸運であるというふうにこう結論として語ってくださってるんですけれども、まあこういったことが一生になっていて、 これが世に発表されてノーマンさんは有名になったんですが、その後これに追記するような形で自分はこう考えるよとかっていうのが2章から6章の話になってるんですけれども、2章3章はですね、このプラシーボというものについて詳しく語られてるんですけれども、 プラシーボはですね、まず偽薬として日本ではプラセボ薬とかっていう風にですね、試験とかそういう時に使われたりするんですけれども、これをどういうものかというのをノーマンさんが 若い実業家を例に出してちょっと説明してみましょうという風に書いてくださっているので、ここでも紹介させていただきます。ここに一人の頭痛と腹痛持ちの実業家がいました。で、この人の病気は間違いなく20世紀の流行病です。 ストレスです。という風うにおっしゃってるんですけれども、もちろん21世紀の現代でもそうですよね。このストレスというのは流行ってますね。で、このストレスによってお医者さんを受診しました。ただ自分自身は頭が痛いんです。お腹が痛いんです。ストレスだとは思ってないわけですね。で、これにお医者さんはですね、うーん、困ったな。この人ストレスが原因なんだけど、ストレスとか心院性っていうとなんかあんた気のせいだから大丈夫ですよって言われたような感じがして、すごくお医者さんこれダメだなて。 って思われるかもしれないのでもっともっとこれがストレスになって悪循環になってしまっても困るから何かお薬を出さなきゃいけないでもお薬出すほどの何か体に疾患があるわけでもないしどうしようと思うわけですねでここでお医者さんがどの薬を出そうかって悩むわけなんですがこの時に必要な条件が2つなんですよ絶対に何があってもこの患者さん実業家の体を壊すことがなくなおかつ この腹痛と頭痛という症状を一遍に消し去ってしまうような薬。つまり、副作用が絶対になく、効果が100%見える薬を出さなきゃいけない。ただし、このお医者さんは、そんなものあるわけねえよな、っていうのを知ってるわけなんですね。どんな薬でもそこだけに効くっていうものないし、うーん、困ったな、という風になって、あ、そうだそうだと。 フラセボがあるじゃないかというところで、ここで登場するのが規約なんですよ。とにかく、まあ、の変哲もない小麦粉を固めたものとか、ブドウ糖みたいなのを固めたものとか、とにかく錠剤にするんですね。見た目はお薬と。 で、これを与えて、これすごいお薬なんで、絶対にね、すぐに良くなりますよって言ってお渡しするんですね。で、実業家はそれを先生を信じているので、はい、いい薬もらったと安心して飲むんですね。そしたら、なんと1週間後、この実業家は、 治ってしまいました。先生からもらったあの奇跡のね薬のおかげで、もうあっという間に体も頭も全部良くなっちゃって、しかもですね、人間関係も良くなっちゃって、会社の方もうまくいったんですよ、と、こういうね、お礼の電話がかかってきたよ、ということで、実はこの根本の原因っていうのはストレス。じゃあそのストレスを与えてるのは何ですかというと、人間関係であったり、会社がうまくいかないことであったりするんですが、その薬を飲んで、 で、症状が落ち着いている間に、お医者さんは、実業家とゆっくり時間をかけて、相談を受けて、あ、こういう時はこうしたらいいんじゃないとかっていう、その人間関係であるとか、会社の方を解決するための策をですね、一緒に練っていったよということなんですよ。ね。で、実はですね、先ほど与えたこのプラセボ薬というものは、 全くそういう効果があるものではないんですよね。ブドウ糖を取ったからといって痛みが消えるみたいなことはないので、これが引き金になってその実業家の体の中の自然治癒力というものが働いただけであるということなんですよ。だからいろんな不快な症状になる人って世の中にたくさんいるんだけど、本当の原因で一番多いのは 自力では治りっこないと思い込んでることが要因だよということなんですね。そう思い込んでるからこそ、このお薬効くよと言われた時に信じて飲んだ時に効いてきたんだ。ただ、この効いてきた時に働いてるのは本当は自分の力だよと、こういうことなんですねで。ノーマンさんはですね、この著書の中で、プラシーボというのは単に偽薬とか思い込みとかそういうものではなくて、意志であると。 いうふうに教えてくださってて、ここには二つの意味での意思というものが入ってるんですけれども、一つ目は、信頼のできる意思、それそのものがプラシーボですよというふうにおっしゃってるんですよ。どういうことかというと、実はさっきの 規約ですね。これ与えた時でもですね、このお医者さんと患者さんの関係が良好でなければ、あまり効果を発揮しないということも実験として、研究として分かってるそうなんですよ。だから、仲の悪いお医者さんに、これいい薬ですよと言って渡されても、効きが悪いよということなんですね。それは薬が大事なんじゃなくて、 お医者さん、自分が信頼してるお医者さんがこれ絶対治るよと渡してくれるこの信頼感とか安心感が大事なんだということなんですね。で、その証拠としてですね、古来よりお医者さんが 本当に効く薬を使ってきたかどうかというのをですね、検証した結果、ある時には動物の糞だったり、ある時にはおがくず、ある時にはミイラの粉末とかね、なんかの動物の肝とか、もちろん効くかもしれないけど、一方でこれ害があるんじゃないのというようなものも結構あったそうなんですが、それでも、 こういうものを飲んで人間が回復してきたという歴史を見ると、実はその薬自体に良い,い効果があったんじゃなくて、良い,いお医者さんがこれを薬だよと渡してくれた。それによって自分の中の治す力が働いてきたんじゃないかと。だからこのプラシーボというのは、その信頼できるお医者さんそのものを指す言葉でもあるよという意味なんですね。で、二つ目が、 自分の中の意思がプラシーボであるというふうにもおっしゃってて、これは先ほどのですね、信頼のできるお医者さんからもらった気約を飲んだ時に体の中で働く自然治癒力。このことを異性ヒポクラテスさんは自分の中には100人の名医がいるんだよと言ったんですが、この100人の名医、自然治癒力こそプラシーボの正体だよということなんですね。だからこれはですね、希望という目に見えないものを 自分の肉体の中で実際に変化させるための翻訳係、精神から肉体への橋渡しをする使者であるというふうにおっしゃってるんですが、そのきっかけを作る引き金を引くのが偽薬であるということなんですね。だから本当から言ったら、この希望とか愛とか前向きな姿勢があれば勝手に自然治癒力って出てくるんだけれども、それを信じれない。 何か体に変化があるということは外的要因があるはずだとかっていう風うに信じ込んでいる現代人だからこそ目に見えるお薬の形をした砂糖の塊みたいなものが必要になってくるんだよということなんですね。だから本来から言ったら自分の力をこう奮い立たせることができればそんなものいらないんだよということなんですね。でここでさらにプラシーボに対する理解を深めるためにシュバイザー博士のお話が出てくるんですね。 ノーベル平和賞賞をを受賞したたアフリカで医療に命を捧げたおそらくちっちゃい頃にですね、シュバイツァー博士のなんか絵本というかなんか電気みたいなのを読んだことがある方も多いのかなと思うんですけれども、その有名なシュバイツァー博士とこのノーマンカズンツさんは親交があったそうなんですね。で、ある時、シュバイツァー博士のやっている病院にノーマンさんが行った時に、先生のおかげでここの人たちっていうのはこういう医療を受けれて幸せですよね。それがなけれ で、すよねみたたいなことを言っってしまったそうなんですねでその時に、シュバイツ博士が、いやいやと、このジャングルの奥でやっている呪術師みたいなね、治療をしてる方たちっていうのは、私たち医者と同業ですよということで、実際に見に行きましょうということで、見に行ったそうなんですね、一緒に。で、その時に、この呪術師が何をしていたかというと、 来た人来た人にある人には薬草を渡しある人にはあこれストレスだなと思ったら精神的な療法まあ、おまじないとかそういったことだと思うんですがそういうのをやったである人にはあこれちょっと怪我があれだからという風うに思ったらああそこに来てるシュバイツ博士の病院行きなさいとこういう風うにしたよということだったんですねそのシュバイツ博士のとこ行きなさいっていうのはわかるけれどもお祈りしたり薬草やったりでなんであれでみんな治っちゃうんでしょうとノーマンさんがシュバイツ博士に質問 そうしたら実はあの手術師たちが患者に接してああやって治ってしまう仕組みは現代の医療を使って私たちが患者さんを治しているのと全く同じ仕組みなんですよというふうにおっしゃってノーマンさんはその仕組みって何ですか っていう風うに聞いたら、いや、それはね、ヒポクラテス以来、お医者さんが患者さんに隠してきたことなんだということで、気になるでもっと突っ込んだ時にですね、まあ、教えましょうということで、それはね、医者が患者にしてあげれるのは、その人の中の100人の名医、自然治癒力が働けるように、環境を整えてあげることだけなんだよということで、それをうまーくやっているのが、 あの抽術師たちだし、私たちなんだよ、ということをおっしゃったそうなんですよ。そういった理念を持って治療に当たっていたシュバイツア博士なんですが、自分自身でもですね、病気になったりとかっていうこともあったんですけど、その時に最良の薬はこうだよというのを考えを教えてくださってて、それがですね、自分にはやるべき仕事があるという意思、その考え方と、さらにユーモアであると。 いう風におっしゃってるそうなんですねだから仕事への熱意とユーモアがあるうちはどんな病気が来ても私の体の中では歓迎されないのですぐに出てってしまうんだみたいなことをおっしゃってるそうなんですよでとにかくですねこの笑いユーモアって大事だよということでシュバイツ博士の病院ってもうものすごい大変な環境でそこで働いてる看護師さんたちもものすごい激務だったそうなんですがそこでですね毎日一緒にシュバイツ博士と食事をする そうなんですが、そこで必ず博士はみんなを笑わせるユーモアのある話をしたそうなんですね。本書の中でも例が出てきてるのが、あそこで巣を作っているメスの鳥が子供、卵を産んだというような、これちょっとした嬉しいニュースなんですが、これをですね、報告したそうなんですよ、みんなに。で、その時にすごく深刻な顔で、あレガサーみたいな、なんで嬉しいニュースなのにそんな深刻な顔なのってみんな思ってたら、 いや、あのメス鳥がまさか見よもだったとはってね、狙ってたのにみたいな、そういう風なことを言ってみんなを笑わせてたりとかってしてたんだよということなんですね。で、ここでノーマンさんはとにかくこの笑いの効用というものはすごいんだと。これはまるで家の中にいながらできる体内でジョギングを行うみたいなようなもので、本当に健康に対してはすごい効果があるんだよという風に 確信を持ってるそうなんですね。で、ここからは本書の4章になるんですが、痛みについてもちょっと教えてくださっておりまして、痛みというのは原因はほとんどの場合、悪条件が重なっただけですよというので、ストレスだったり、怒り、不摂生暴飲暴食、睡眠不足、こういったことが原因で起きてくることがありますよということで、 ただしですね、とはいえ、本当に体が弱ってて、病気になりかけてて、それが原因となって、ここ危ないよという風な警告、サインとして痛みを出してくれることもあるよということなので、 全部を痛みは大丈夫なんだって放置していいわけではないんだけれども、全部が全部危ないと思ってすぐに痛み止めを飲んでいいですよというものでもないですよというふうな。このバランスが大事だよと教えてくださってるんですが、特にですね、アスリートなんかの場合は、対象療法でお薬飲んで痛み止めて、野球選手なんかがね、今から登板しなきゃいけないけど、痛いから投げれない。じゃあ薬飲んで投げようとか注射して投げようってやると、それに によって二度と野球ができない体になってしまうリスクとかっていうのもあるんだよと。まあこれはね、当たり前の話なんですけれども。なので、痛みに対しては、これをすぐにお薬で抑える。で、痛みを隠してしまうと、本当の警告だった場合に、それをちゃんと得ることが できなくなってしまう。で、本書では、ハンセン病の方を例にして、痛みがなくなってしまうと、こういうことになってくるんだよっていうので、ハンセン病の方というのは、痛みを取り戻すために、これだけね、大変な思いをしてるんだというような例なんかも出てくるので、ぜひね、読んでいただきたいんですが、とにかく、痛みに対しては、まず、慌てずに原因を探る。昨日食べ過ぎてないかなとか、最近悩みすぎてないかなとか、で、それを考えた時に思い当たらなければ、 この緩和するために病院に行ったりとかそういうお薬に頼ってみるというのも一つの手ですよということなんですね。だから慌てずにまずこの痛みというものを必要以上に怖がらずに正しく対処するための日常の意識やそれを持てるための教育というのが必要ですよと教えてくださってるんですね。でここでノーマンさんがあえて強調してるのが薬剤、つまり鎮痛剤なんかが絶対に不要。 っていう話じゃないよということなんですね。で、そうじゃなくて、鎮痛剤とかの広告をバンバンやったりするんだったら、その鎮痛剤というのはこういう時に使いましょうとか、痛みっていうのは本当は警告であったり、もっと言うと、ほとんどの痛みっていうのは自分のストレスが原因だったりするから、それを緩和するためにはこういう生活をしましょうとか、そういう教育とか広告に同じだけの時間を割いてもいいんじゃないかと、こういうふうに言ってるだけだよということなんですね。 で、そういうふうにですね、こう、今の医療なんかをこう攻撃するというところでいくと、こちら本書の5章になってくるんですけれども、ホリスティックヘルスというものの考え方が、 ちょっとずれてきてるよねというようなこともおっしゃってて、これちょっと詳しくお話ししていきたいんですが、ホリスティックヘルスというのは、心身総合健康という考え方で、つまり、心と体って一つだよね。だから、体だけを見て、これをここをこうだから機械的に治すじゃなくて、心の方もケアしていきましょう。ちょっと目に見えない精神的な力も使っていきましょうねというような考え方なんですけれども、これは何も新しい考えじゃないよというのが、 最初にあって、ヒポクラテスさん、今回何回も出てくるんですが、あの医学の父、ヒポクラテスさんなんかもですね、医師の介入というのは必ずしも治癒の過程で必須ではないですよということで、お医者さんがしてあげれるのって、患者さんが間違った治療法をしないように見てあげることだったり、その人がストレスを抱えて悪循環に陥ってしまわないようにケアしてあげることだよということなんですね。で ただ、この新しい考えではないホリスティック医療が なぜ、あれってあまり良くないよね、みたいな、怪しいよね、みたいに言われてしまうかというと、興味が先走りすぎて、本当に不思議で、まだ全然データもないし、立証されてないことに、過度な期待を寄せすぎてしまってる人が多いからだということなんですね。期待をするのが悪いっていうわけではなくて、その態度はもちろん尊重すべきなんだけれども、あまりにも期待しすぎて、これを使わないお医者さんはダメだとかっていう風にまで、 っっててしまいいるこことととが問題だよということなんで、すねでこのホリスティックヘルスが新しくないよというのの証拠として今までずっと歴史上言われてきた医学の教典の内容というのは正しい栄養であったり適度な運動、質の良い,い睡眠、 環境をしっかりすること、節制を持って正しく生活していくこと、こういったことが基本原理として載ってるんだよということで、現代医療に頼らずに自分の力を使っていこうみたいなこのホリスティック医療の特権みたいに今言われてることが多いけども、そうじゃないと、一緒なんだというところなんですね。目指すべきところは一緒なんだよというところで、で、ただですね、このホリスティック医療の一つ問題点は、 悪いことじゃないんだけど、この全体ですよねと、心も体も一緒っていうので、全部を使って直していこうっていうところだったはずなのに、なぜかその中で勢力争いみたいなことをしてるよね。ってこれおかしくないですか私んとこが一番だみたいなね。あそこの両方間違ってるってやってる時点で、 全然ホリスティックじゃないよねっていうところなんですよね。で、これはホリスティック全般が悪いとかっていうわけではなくて、えー、何かというと、例えば、筆跡鑑定をしたら病気の原因がわかるみたいなことをやってたりとか、先生術をやったら病気の原因と治療法がわかるとか、それと、鍼灸治療で血流を良くすること、こういったことが全く同じ土台に立って、ホリスティック、代替医療みたいな風になってしまっていることが問題ですよね、ということで、で、その先生術を ををややっったた筆跡鑑定をやったこれが悪いことじゃないんだけれども、全く同じところにぶち込んでしまっては、ちょっと違うような捉え方をする人が多くなってしまうのも事実だよねという、このことが問題だよとノーマンさんはおっしゃってるんですね。だから他の流派もそうだし、西洋医学とかいろんな医学に対してもそうなんだけど、とにかく どれかを敵とみなした時点で全然全体的じゃない、ホリスティック、癒しじゃないから、何かを仇呼ばわり、あれを敵だってみなす、私んとこ正しいんだってやることは全然健康のためになってないから、これはちょっと正していかなければいけないんじゃないかというような見方をされてるんですね。で、これを踏まえて、私たち一般人が患者となった時に、 お医者さんにかかる時の理想的な態度として、こういうことを教えてくださってるんですけれども、こういうホリスティックな考え方を真面目に検討してほしい。西洋医学だけじゃなくて東洋医学とか、こういったものも検討してほしいんだとするのは妥当ですよと。だけれども、お医者さんに安全性が確立されていないものを絶対に採用してください。私これじゃないとやりませんっていうようなことは間違ってるよと。で次に、 精神的な部分、目に見えないものっていうのも尊重してくださいと求めるのは妥当である。だけれども、科学的な方法なんか絶対嫌ですと全部を跳ねのける。この態度は違いますよねということですね。で、次に、栄養の問題ももちろん重視してちゃんとした栄養の取り方とかそういったのも教えてほしいとお医者さんに願うのは妥当である。で、ここで一つ、お医者さんも いや、素人が何言ってやがんだと、栄養のことなんかね、気にする必要ねえよって、するのはダメだよと。むしろ本書で出てくるのは、いや、今素人の方がお医者さんよりよっぽど栄養のことを勉強してる人も多いよね、みたいなことをおっしゃってるんですね。もちろん21世紀になった現代はインターネットとかも発達して、その良い悪い情報の正しい誤りっていうのはあるけれども、その中で情報量で言ったらお医者さんに負けないぐらいの情報量を持ってる人もいるよね、というふうに捉えるといいのかなというところなんです なんですがだから軽視してはダメだよというふうにお医者さんの立場の人に向けても書かれてるんですがただ患者さんへの注意としては食物を正しくすれば絶対に病気は全部治るんだと信じ込んでだから食事だけが絶対なんだみたいな態度をするのは間違いですよということですねそれから今の食事も含めて全部なんですけれどもこれ で自分が大事だなと思うのを持つのは大切この治療法を自分がやりたいと決めるのは大切だけれども それだけが健康の鍵だとするのは間違いだよと。いろんな可能性がある中で、特にホリスティック医療とかにこう没頭してしまう方っていうのは、西洋医学とかを否定したり、適用ばわり、さっき言ったようにね、してしまう人が多いから、そうではないよと。いろんな方法があるから、全部を可能性として、 ちゃんと見ていくというのが大事だよということなんですね。ここからは本章の6章にあたる部分なんですけれども、第1章のノーマンさんの体験記を読んで、 3000人のお医者さんが手紙を送ってきてくれたり、連絡をくれたということで、そこでノーマンさんは、あ、お医者さんと患者さんの関係に変化が起きてきてるのかもしれないと感じたそうなんですね。で、一つ目、お医者さんの立場として、正しい栄養やストレスの緩和というのが人間の自然中力を高めて免疫を上げてくれるんだと、こういう見方をする人が多くなってきていると。 いうこと。で、二つ目が、まず、安心感と心理的な支えを与えてあげることが、お医者さんができる最高の仕事であるという認識を持っているお医者さんが、 増えてきてるんだ。それによって患者さん自身の心構えを強くして生きる気力を沸かせてあげることができるんだと信じてる方が増えてきてる。ああ、これいいことだなということですね。で、三つ目が、お医者さんと患者さんっていうのはパートナーだよと思ってる人も増えてきてるということで、お医者さんというとお薬どんどん飲ませれば儲かるんだみたいなね、いうふうなイメージをしている一般の人、僕らもですね、多いと思うんですが、 実はそういう人ばかりではなくて、むしろ患者さんが薬に頼りっぱなしだから、あんたお薬ちょっと減らしなさいよという教育をしなければいけないというような考えを持ってるお医者さんも増えてきてるよということ。で、四つ目。これはですね、お医者さんじゃなくて患者さんの変化なんですが、もちろんですね、お医者さんだけではなくて、いろんな病気にかかってる人からお礼の手紙とか電話をいただいたということで、その中で感じた変化として、まあ、いろんな例が出てくるんですけれども、 お医者さんに全部丸投げしちゃダメなんだということが分かりましたというようなことをおっしゃってる方も多かったそうなんですね。お医者さんと自分の病気との関係というのは自分とそのお医者さんが医者と患者という関係性があるうちのこの一瞬の出来事なんだけれどもただ自分の病気と自分の関係性とか自分の家族の病気と自分の関係性というのはこれ一生続くものだから 全部をこれね、丸投げしてお医者さんにはいお願いしますじゃなくて、自分なりに調べることでお医者さんと協力してやっていくという、この姿勢をお医者さんばかりに求めるんじゃなくて、一般人である我々が持つのも非常に大事だよと、こう感じてる人も増えてきた。だからお医者さんと患者さんの関係というのはいい関係になりつつあるんじゃないかなというふうにおっしゃっております。で、ここで一つですね、すごく良かったよという例が出てるんですけれども、キャロルさんという方で、 またですね、23歳の女性なんですが、ノーマンさんと同じように抗原性の病気で、ちょっと足がうまく動かなくなってしまったそうなんですね。で、それがですね、家族全体がもう心配と絶望の渦に巻き込まれて、あまりいい状態ではないよということだったんですね。で、それで主治医がノーマンさんに電話してきて、いや、なんとかね、このキャロルさんと一度連絡を取ってみてくれないか、もしかしたらすごく希望を持ってくれるかもしれないと。 いう風になったそうなんですよ。で、ノーマンさんがこれ電話したそうなんですね。で、その時に、このキャロルさんは、えー、ノーマン先生は、実は笑いで直したって書いてるけど、そのことについてちょっと教えてくださいよと非常に興味を持ってたそうなんですね。で、笑いはですね、すべてのポジティブな環境を引き寄せる、出来事を引き寄せる、助けになるから、引き金になるから、とにかく笑える話を探すといいよという風に教えてあげたそうなんですね。でその時にやっ たのが毎朝9時半にノーマンさんにこのキャロルさんが今日はこの面白い話しますって一つ面白い話を聞かせるという約束をしたそうなんですよでそのためにですね家族総動員で明日ノーマン先生にこれを話そうっていう面白い話を毎日毎日探しまくってたそうなんですねでそれで家族同士でも大笑いして過ごしてたそうなんですがそうすると ある日主治医がそのキャロルさんの家を訪ねた時にもう家族がみんな明るくなってたあんなに絶望感に包まれてたのにすごく明るくて生活の質も向上してたということなんですねで本書ではそこまででもちろんキャロルさんは元気になったけれどもこれによって全開したよとかそこまではまだ行ってないよというところで終わってるんですけれどもただ笑いによって キャロルさん自身も家族、周りの人にもすごくいい変化が起きたよということなんですね。ここで一つですね、詳しくノーマンさん語ってくれてるのが、病気に負けて生活の質を必要以上に落とすべきではないよとおっしゃってるんですね。さっきのキャロルさんの家族が笑いによって生活の質が上がった。これすごい大事なことで、何も病気になったからって24時間 まだんなくずっと痛みが出てる、熱が出てるっていう人って本当に少ないと思うんですと。だから病気になったって暗いこと考えてる時間よりも、 とした一瞬だけでも楽しいことを考える余裕ってみんな絶対あるはずだからそういう希望に心を向けるというのを絶対に忘れないようにしてほしい。で、それによって生活というのは質が向上してそれによって体も良くなっていくことがあるから絶対に絶望感に負けてはいけないよとこういうふうに教えてくださってるんですね。はい。というわけで今回ですね、笑いと治癒力ご紹介させていただいたんですがここで一旦まとめさせていただきます。えノーマンンカズンズさんスノ のジャーナリストなんですがご自身が難病になって自分の中の自然治癒力というものをメインに主治医と協力して治しましたよということでその時の一番の方法として笑いというものですねこの笑いというものは生きる意欲生命力というものを高める自然治癒力を発揮させる鍵になりますよということで3つ目は医師と患者の関係というのは変化しつつありますよ だから患者さん、我々一般人も自分の病気を作ったのは自分なんだ。 全部をお医者さんに丸投げしてはいけないというこの責任を忘れてはいけませんよ。あくまでもお医者さんはパートナーですよというのを忘れないようにしなければいけませんよということですね。こういったことを教えてくださっているのがこの笑いと治癒力という一冊になっております。はい。というわけでここからは僕の所感なんですけれども僕が心に残っているのが先ほど出てきたキャロルさんという女性ですね。この人がノーマンさんと一番最初に電話した時に 主治医はね、私のこと全然分かってくれないのという風うに言ったそうなんですよ。で、なぜなら、あの人は自分で病気したことないし、重症になったこともない。だけど、ノーマン先生は私と同じような病気になったことがあるから分かってくれますよね。とこういうようなね、ことをおっしゃったそうなんですね。で、これはもちろん分かるんだけれどもというところで、だからこそ、 お医者さんも、その患者さんの立場になって考えるために、必ずしも病気しろってわけではないけれども、その相手の立場になって考えるのを忘れてはいけませんよとか、そういう話をしてくれてはいるんですけれども、で、ここに繋がってくるのが、二つ目に書かせてもらったホリスティックの矛盾というところで、結構ですね、このチャンネルでも自分の主治医は自分ですよというのを忘れないようにしてくださいねって、いつも言わせてもらってるんですが、そうするとですね、知らず知らずのうちに、お医者さんなんかいらないとか、そういう考えになってしまったり、あの人は 絶対分かかっっっててくくれなななないいいみたたににすすすごくこう攻撃的になってしまったりるることともあんんじゃないかなと思うんですがそうではないなというのが改めてですね、この本によって分からせていただいたんですけれども、さっきのキャロルさんもそうなんですが、もちろん主治医が分かってくれない、それは同じ病気になったことがないから、分かってくれないのはそうなんだけど、そこに攻撃的になる必要はないよねということで、で、その攻撃的にならないためには、 自分の主従はやっぱり自分で、お医者さんっていうのはサポーターだから、アドバイスをもらって一緒に治していこうと、この気持ちを忘れてはいけないなというところですね。で、三つ目僕の心に残ったのがこの全体を通して、この本の中で、ノーマンさんのどこまでも慎重な姿勢を貫き通すところなんですよね。だからこう、やっぱり医学的な面で見ると、記者であろうとなんだろうと、素人だと見られるのは、もう、 絶対にね、分かってる話なので、素人だけど、ここまで話せるよとか、ここから先はお医者さんにしかわかんないんだけどとかっていう、このバランスを取りながらお話ししてくださってるのが、ものすごくですね、伝わってきて、もう本当にすごいなというところを感じました。で、四つ目、ただ、 とはいえですよ。バランスを取りながらも、やっぱり一点ですね、心にすごい信念のあった方なんだなというのがわかるのが、みんなもっとね、自分の力を信じてほしいという、こういうですね、笑いによって自分は直した。だから、その力があるんだから、自分もやれるんだという、勇気を持ってほしいという、すごく優しくて力強い信念を感じられるんですね。で、ノーマンカズンズさんのね、写真をぜひ皆さん検索してみていただきたいんですが、僕はこのノーマンさんの顔 顔つきが本当に好きで、この一点の曇りもないというか、すごく強い信念を持たれている優しいお顔をされてるんですね。で、えー、そういったものもですね、含めて僕はこのノーマンカズンさんの大ファンになりましたし、この本というのはもう一生のバイブルにしようと強く思いました。というような一冊がこの笑いと注力になっておりますので、ぜひ、 興味のある方は、ご一読いただけますと嬉しいです。では、今日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。自分の CG は自分ということを忘れずに、今日も健康でお過ごしください。今日もありがとうございました。